こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、周庭さん、国安法違反で逮捕。ちょっと今日はね、どうしても取り上げないかんね、件があったんで、撮ってます。香港の民主活動家の周庭さんがね、国安法違反容疑で香港警察に逮捕されたっちゃんね。みんな知ってるやろ、周庭さん。香港の女神かなんか言われよった活動家、民主活動家の女性やけど、逮捕されたとよ。まだ23歳よ。しかもこれネット上の情報じゃね、無期刑になるという話もあるっちゃんね。23歳で捕まって無期刑ってありえんやろ。この子はね、香港のね、一国二制度、中国政府が実質上破棄したんや。これで香港のね、言論の自由と表現の自由、あと人権の自由もね、なくなるかもしれんということで、香港という国を守るためにね、立ち上がって戦ってきたという、みんなもニュースで知ってると思うけど、で、今回のこの周庭さん逮捕を受けて、多くのね、政治家、これ与野党問わずね、抗議の声を上げてるった。これは結構やっぱ嬉しいよね。与野党問わず、そして、ネット上でもね、絶対この逮捕は許せんということで、ツイッターでハッシュタグで周庭氏の逮捕に抗議するというね、ワードもトレンド入りしてて、政治家はもうこの国際問題だということで、国際の世論で声を上げるべきだというふうに言ってるっちゃんね。これはもう完全にね、もう香港だけの問題じゃなくて世界の問題やもんね。ほんとね、ありえんちゃけど、これだってこれ日本だってね、人事じゃないけんね。今も台湾もそうやけど、日本だってね、国土も変われよるし、海も空もね、侵犯してきよるやん。なんでいつ日本だってこんななるかわからんちゃんね。で、この周庭さんやけどね、ちょっと捕まる前にツイッターでこう言ってるんよ。日本の皆さん、自由を持っている皆さんがどれくらい幸せなのか分かってほしい。本当に分かってほしい。この声聞いてみんなどう思う？ミルキーブルーはね、胸が張り裂けるように突き刺さるように辛いよ。日本は自由やもんね、香港と違って。だからやっぱ分かってないと思うけど、日本だっていつこうなるか分からんちゃんね。ほんと平和ボケで、平和ボケ日本人、もっと危機感持たんといかんと思うよ。香港みたいにね、自由が奪われた日本ば想像してん。政府批判したら捕まる。書き込んだら捕まる。自由が利かない。そんな世界でいいと思う。ミルキーブルーは絶対、そんな世界で生きたくないね。なんでミルキーブルーはね、今後も自由を守るためにね、いろいろ考えて行動しようと思っとるよ。みんなもね、SNS とかで声上げてね、この問題、周庭さんの逮捕に関して許せんということで声を上げましょう。絶対に自由を奪われてなるものか。ちょっと今日はね、真面目すぎる話やったっちゃけど、絶対これはね、言っとかんといかんと思って取り上げました。自由という大切なもの、当たり前のものが奪われないようにみんなで一致団結しましょう。それでは。